どうも佐徳です。今回で最終回です。やっとですね、まあ、4回に分ける必要があったのかって今になって思うんですけどね。まあ撮った動画は全て余計な部分は編集して作業してるところは全て、動画にしました。はい、次回からちょっと考えます。さすがに多いで、今回なんですけれども、途中でこれでもレイアウト良かったんですけど、もうちょっとなんか凝ったやつにしたいなと思って、いろいろと資料を漁ってると、まあ、ネット見たり本写真集見たりなんですけど、漁ってると、なんかレイアウトの種類の中に、O レイアウトと凸レイアウト、デコとボコですね、デコとボコのレイアウトがあるっていうのをなんか書いてあって、で、今回、まあ、高さがちょっと余ってるなっていうのがあったんで、O の方ですね、ボコの方のレイアウト、真ん中に、目が行くやつにしようかなと思って、両端を今さらに足していこうとしてるところです。でね、やっぱりグルーガン使ってやっていくんですけども、今ちょっと見切れてる分、これなんですけど、これ調子乗ってバランスブレーカーみたいな1個入れてみようかなと思ってやってます。長いやつをね、これをあえてここに入れることによって遠近感が出たり、あとちょっとね質が違う感じのやつなんでいい感じになるかなと思ってやったんですけど、まあまあ明らかにこれ見て失敗ですよね。そうなんですよ、それは分かってるんです。はい、失敗は失敗なんです。で、まあとりあえず持ったところ、ここもやっぱコキ入れたいなと思って、土を入れてます。でここで土を入れてやることはね、レイアウトをこれ考えながらやってる時ってほとんどね配置のことしか考えてないんですよね。コケサクサクさしてる時はもう無心で楽しくてやってるんですけど、ここにこうやって土入れるとかバーク入れるとかで、レイアウト壊さないように指で押さえて、でピンセットの先とか裏使って土埋めていってますね。でバークの上についたのはハケで払い後ろに落とすみたいな感じです。でこれ僕のお気に入りの苔ですね。ひょろひょろっと長い苔です。イメージしてるのは林ですね。真ん中にブッシュがあって、で林でこれの高さによってデコボコのボコを、まあ、表現できればいいかなと思ってます。なくなったでしょう、バランスブレーカー。これやってる時になんか違うなって思ったんですよ。でこうすることによって、真ん中が低くて両端が一番高いっていう形ですね。ただまあ全く同じ形に左右してしまうと自然感が出ないんで、こっち側もちょこっと高さ違う感じで入れて、で同様にまあ土入れて、でピンセットの裏ですね。もうこれ使いやすい、小さいやつはこれが一番使いやすい。でそこにまた苔を刺していく。両端ね、あんまり多くすると真ん中のブッシュが目立たなくなるんで、本当に気持ち程度ですね。はい、これやってる時一番楽しいです。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。全4回これでラストです。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。ツイッターのフォローとかもツイッターもやってるんでフォローとかもお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。